部の増光と申します。先ほどの記者会見で、フィリップス飛行士がシャトルの飛行との違いで、長丁場なので、1日で働き詰めにならないようにというようなことをおっしゃってたと思うんですが、若田さんにとって非常に難しいアドバイスじゃないかと思ったんですが、どうでしょうか。はい、おっしゃる通りです。私これまで2回スペースシャトルで一緒に飛行したリロイ・チャオ宇宙飛行士、彼もスペースシャトルの飛行の後は国際宇宙ステーションのコマンダーも担当した人ですけれども、最初宇宙ステーションに行くとスペースシャトルの時と同じように分刻みの仕事で、とにかく与えられた仕事を確実にもうその分刻みであっても完了しなければいけないという、そういうペースでどうしても動いてしまうと。で、宇宙ステーションの場合にはまた明日もあるので作業ができないとき、しっかりやはり間違えないように作業することが重要であるので、実験装置なんかにトラブルが発生した場合でも落ち着いてまたその次の日に、作業を残してもね、進めていくことができると。これは宇宙ステーションとスペースシャトルの短期フライトでだいぶ違うと思うので、そういったところであまり多くのこう疲労をね、宇宙飛行士本人だけではなくて、例えば地上管制官、実験を支援するまた実験の担当の方、そういった皆さんのやはりペース、仕事のペースを考えながら仕事ができるということ、これはやはり短期のフライトと長期フライトの大きな違いの一つじゃないかなというふうに思います。もう一つお願いします。デクスターの作業が若田さんの作業で入ってるんですが、デクスターにトラブルがちょっと出ていたと思うんですが、それによって何か訓練だとか、実際に上に上がってからの作業で、変更が急に出てきて、大変だったことがありましたでしょうか。現在のところレクスターは今回 SS-119 の船外滑走の時の支援の時にレクスターを動かすんですけれども、この訓練を始めた段階からトラブルっていうのは出てませんで、現時点で予定通りの作業ができると思います。で、作業自体はそのアームレクスターのアームっていうのは右左2つあって、あとボディにも1つあって15個の関節からできてるんですけども、それらのうちの2つのアームを船外滑走がしやすいように曲げたり伸ばしたりしてあげるという、比較的単純な作業ですので、デクスターの操作自体は全く問題なくできるんじゃないかなと思います。このフライトでそのデクスターをはじめスペースシャトルのロボットアーム、それから宇宙ステーションのカナダアーム2、それからデクスター、そして希望のロボットアームと一つのフライトで4つの異なったロボットアームを操作できるということ、これまでロボティックスの操作にはいろいろ地上でも関与してきましたけれども、本当にそのような機会を与えていただいているのでとても嬉しく思ってますし、全ての作業をやはり確実に成し遂げたいなというふうに思ってます。日本テレビの土屋でございます。よろしくお願いいたします。前回2回と今回で残りが1ヶ月ということになりましたけれども、残り1ヶ月の過ごし方というのは前回、前々回とはまた違うんでしょうか。そうですね、基本的には同じだと思います。で、もう最後の追い込み段階になってますので、これまで自分が学んできたことをその手短にノートにまとめて、作業がしやすいようなノートを作って宇宙飛行に臨むというような形で、ちょうどもう12年前になりますけど、13年前になるのかな、1回目のフライトが SS-72 で、これも1996年の1月10日うち11日うちだったんですね。ですから正月明けからすぐに隔離所に入ってすぐ打ち上がったというような状態で、それに近いようなペースでここまで準備をしてきてますけれども、正月明け一月あってから隔離所に入って打ち上げになりますので、1回目のフライトの時より以上にこう少し余裕がある感じがします。他に質問ございますか。S6 トラスの設置に大変訓練の時間をかけてこられたということですけれども、どういったところの難しさがあるかとか、前の G1 トラスの時とはどう違うのかと、そういったことをちょっと説明していただけますか。はい、SS92 で Z1 トラスの組み立てというか宇宙ステーションの取り付けの作業をした時っていうのは、まだその宇宙ステーションの大きな構造体をロボティクスによって取り付けるための手順とか、そういった
検証というようなものがなかなか宇宙ステーションの開発組み立ての初期だったので、いろんなことを想定した、準備をしてきたんですね、こういうトラブルがあったらどうかということで、その対処法をいろいろ検討してその対応法を準備してきたんですけども、 S6 トラスの方重さ自体は、Z1 トラスの2倍ぐらいあるかなり重たいものなんですけれども、手順自体はこれまでこの宇宙ステーションの組み立てで、さまざまなコンポーネントをロボットアームで取り付けてきましたので、手順自体は非常に確立したものになっていると思います。で、例えば私がスペースシャトルのロボットアームで Z1 トラス、これ1万8000ポンドぐらいで10トンぐらいですけども、それを、宇宙ステーションに取り付けるときに最終的に接近してから、位置を、スペースビジョンシステムで整えて、その位置決めをしてロボットアームの操縦系の、座標系を変更して最終的な接近をするような、そういうアプローチの方法、これは今回も S6 トラスでも同じようなことをしてまして、今回は最終的な位置決めはスペースビジョンシステムというようなものを使わずに、船外活動をしているスティーブ・スワンソンとリッキー・アーノルドの2人が、まあ、オーライオーライというような形で位置決めをしてくれて、その情報に基づいてロボットアームの操縦座標系を変更して最終取り付けをするということで、手順自体はこれまで、もう、長い間宇宙ステーションの組み立て、いろんなケースがありましたけども、そこで確立したものを使ってますので、やはり船外活動する宇宙飛行士とのコミュニケーション、地上とのコミュニケーション、そこをしっかりやっていけば S6 のトラスの取り付けっていうのは、問題なくいくんじゃないかなというふうに思ってます。NHK の久米です。打ち上げてから、まあ、長期の滞在3ヶ月余りがあってから希望の取り付けとあって、まあ、長いその最後にも、まあ、重要な任務が待っていらっしゃいますけれども、その長期のフライトのエクスペディションの間というのはどのように、まあ、その気持ちの維持というかをしていきたいなというふうにお考えでいらっしゃいますか。打ち上げのフライト、それから帰還時のフライトというのは100メートルのダッシュをするようなかなりその分刻みの仕事で、その中の作業というのはほとんどが宇宙ステーションの組み立ての作業ですね。でそれに比べて、ディスカバリー号がドッキング解除して宇宙ステーションを去った後の、まあ、約3ヶ月その以上の時間というのは、宇宙ステーションのさまざまな実験設備を使った宇宙ステーションを利用した活動になるんですね。で希望の中での実験もありますし、ヨーロッパのコロンバスの中の実験、それから、US ラボというアメリカのデスティニー実験棟の、中での作業、そういったものがあると思うんですね。で実験運用がほとんどなんですけれども、最終的に私が帰るフライトのための準備もしていかなきゃいけないので、やはりその体調を維持するということ、それからまた精神的にもその体調と同様にですね、まあ心の健康状態も保ちながら3ヶ月にわたって、まあ、しっかりと調子を整えて、最後に待ってるね、希望の組み立てという、まあ、大きな仕事、これをしっかりできるように維持していきたいなというふうに思ってます。では他にご質問ございますか。ないようでしたら、では東京事務所がつながったようですので、東京事務所の方からお願いいたします。